はい、えー、普段はねあんまりこういう襟付きのシャツなんか着ないんですけど、えー、今日はですねこのグラブの、えー、経過なんですけど、えー、先日動画にあげた THX のグラブ、えー、大事にね大事にというわけではないですけど、えー、片付けをしてるとこなんですけどやっぱりキップレザーなんですごく手の馴染みがいいというか馴染みがいいと一言で言ってはあれですけどこの薬指中指の この補給面とかがですねその握った感じにすごくついてきてくれそうな感じが今のところはします、まあ、1ヶ月ぐらいなんですけどリキッドオイルを全体に薄く入れてた、まあ、叩いたり多少曲げたりという感じでやってるんですけど、まあ、以前よりは、ね、多少はこの辺曲がるようになってるんですけどあんまりね強く握りすぎると良くないかなっていう感じはするんでで、まあ、指の位置もこういうふうにひ指掛けをほどいて。 えー、常に引っ張ったりとか指の位置を調整して癖つけをするような感じで、えー、今こんな感じまだキャッチボールでも使ってないんで、えー、まだねあのー、本当に箱入り娘じゃないですけど室内で、えー、野球見ながらな、えーまあ叩くというよりも押さえて鳴らす呼吸目を鳴らしていくような感じでやってますやっぱりね触り心地がちょっと違うところがあるんですごく 手に沿ってきそうな感じがありますが、えー、今後どうなるのかはですね、あの、週の片付けにかかっているんで、またあの、今後続報も、まあ、ウェブとかあんまほとんど動かしてないんですけどね、今後もまた片付けの現状ということで伝えていきたいなと思います。